一番変わってしまったことはね、まず家族が全て死んでしまったってことですね。うん、それからもう地域が消滅してしまったっていうことですね。だから実は個人の目標としては、ある意味ね、家族を失ってしまったということでね、僕は実はね、心の中が空っぽなんですよ今。個人の幸せとかはもう感じないんです。今何をやりたいのって実は言われてね、個人的に何かを取り組みたいと思うことが実は何にもなくなってしまったんですね。だから震災前は僕楽器演奏が大好きでギターとか弾いていたんですけども、震災以来ね、ピアノを弾きたいとか楽器を演奏したい、ギターを弾きたいっていう気持ちも実は消えてしまったんですね。空っぽの状態になってしまったわけです。ただし自分のことに関しては空っぽになったんですけども、この社会のことに関しては空っぽどころかますます関心が強くなっていて、例えばいろんな人たち、被害者と会ってその話をすると、皆さん具体的に家を建てたい、リフォームしたい、だけど銀行がローンを組んでくれない、金貸してくれない、あるいは就職口がない、病院がない、医者がいないって、いろんなことを皆さん悩みを打ち明けてくれるので、聞いていると、あ、問題を解決してあげたいなと思います。まずですね、やっぱり個人の希望は今はなくて、短期的に僕はね、やっぱりね、急いで被害者の家を修理してあげることだろうと思ってます。もしくは仮設住宅ではなくて、その復興住宅ってよく言いますけどもね、公団アパートのようなものになっていくと思うんですけども、その被害者が安い家賃で、まずそこで人生を再スタートを切ることができるような、まず住環境を整備するってことが決定的に重要だと思ってますね。これをなるべく短期間の間に、成し遂げたいっていうふうに思うっていうことですね。僕たちのような極めて広範囲にね、オフィシャルな公的な活動している、そのパブリックな活動をしている団体にしてみると、やはりちょっと活動資金が足りなさすぎるんですね。ですからもう少し、あと3年か4年ぐらいは活動が必要だと思っていますので、それを活動を支えるぐらいのね、ドネーションをね、ぜひお願いしたいなって実は今思ってます。僕からもささやかなお願いですけども、以上です。